Hi, it's Hiro. Hi. Good morning. Good afternoon. Good Oh? Good evening. What? Good night. <laughs> yeah, I'm sorry. Today uh Japanese only. So if you can uh translate please. Yeah. Uh, today's theme is lyric, lyrics, poem. Uh, i don't like poem because poem is uh, too sweet to me. what do you think? i don't know. yeah. Uh, so, ジャパニーズス,スター。ということでね。おはよう。こんにちは。こんばんは。で、おやすみなさい。はあ、ヒーローです。なんとか生きて、生きてますね。I'm still alive。まあ、でもなんかね、ひどいよ。<laughs> 本当は。だいたい10日ぐらいかなっていう。 So about ten days uh, I'll be over huh? I don't know. Maybe suh I'm so hungry to now Yeah Dig the Mo Nankahura 何て言うのかな嵐の前の静けさを感じてるわけ。ね。あと4、5日かなで、まあ、起きるでしょう、きっと。何かが。というわけで、まあなんか、ほんと喋るのしんどいのよ。正直。 でもなんか、まあ、とりあえず喋っとこうみたいな。で、テーマが詩ですね。まあ詩と言ってもね、歌詞も入るし、読む現代詩なども入りますね。で、あのー、僕、皆さんご存知のように、あの歌、曲作ってるじゃないですか。 で、まあ、僕のね、夢というか理想は、あの、ゴんに、司るではなくて、寺の方の死を、に近いものを載せたいなと思ってやってたんですが、どうです今、アップされてるもの。あの、今、YouTube にはね、えっと、一部で、 えっと、残りのやつは今倉庫になってるインスタグラムの、えっと、なんだっけ ?NEXT STAGE 2020712NEXT STAGE 202712Its Instagram アカウントにあります。 けれどどううでしょうねまあ、志半ばで結局曲作りやめてもうねまあ20年ぐらいになるんですがまあその背景というか僕の言葉の由来ですね僕を作った言葉の由来ですけどまずは小学校4年の時に江戸川乱歩の「 さんの、えー、三角刊の殺人だったかなをうちの母が突然買ってきてそこから読み始めましたえっ、ー、と少年探偵団の子供用のやつですねでそれにガーッハマりましてでそこから推理小説小学生中学生でエラリー・クイーンえっ、ー、とアガサ・クリスティ ね、そして誰もいなくなったとかの辺りをガーッと読みましてでね何読んだかなーとあーでその高校時代はあのー、日本のね推理小説を読んでましたあんまりね SF 行かなかったあ SF はね 星新一さんのショートショートですね。これはほぼ全部読みましたね。えー、1はいたい1、2ページのやつ、おすすめです。ね、今時期みんな困ってるでしょう時間の使い方。そんなこんなしてるうちに、あの、村上春樹さんに出会いました。はい。ちょうどね、デビューして何年か後ですね。 で初期の三部作なんだっけえっ、ー、とごめんね今思い出す「えー、と羊をめぐる冒険」が三作目、えー、1973年の「ピンボール」が二作目あ一作目「風の歌を聴け」これで三部作とあともう一まああとわーっといろいろ短編いろいろガーッと見ましたけど であと「ダンスダンスダンス」っていうその3部作の続編上下巻まあつまりこの4作が今僕の村上春樹さんの中での今でもまあ今はほとんど本読まないですけどのものですでその時同時に決定的な出会いがございまして佐藤祥吾さんですねはい。 もう、ある意味僕を決定づけた人でしょうかね。えー、16、1の時に本屋でばったり出会いまして、ビコーズっていう小説だったんですけど、まあ、帯に、村上春樹さんがどうのって書いてあったんで、とりあえず買って読んだんですよ。あなんか、別にすげえ面白いんじゃなくて、はなんだこれ、もう一回読もうみたいな。 感じで気になってそっからリボルバーとかえっ、ー、と一作目の永遠の二分の一スバル文学新人賞を、えー、選考基準の倍以上のあの、えー、と原稿を送って本当は反則なんだけど満場一致で しゃあないこの人しかいないって決めたすっごいデビューの仕方した人ですね。で、その人を僕は35年ぐらい全部新刊読んで、で、その人面白いのは35年目にやっと直木賞を取るんですよ。ね。で、35年間、その人の映画はリボルバーと、 えー、彼女にあごめん忘れちゃった、まあ、つまり23作映画にもなるぐらいすごい人なんです永遠の2分の1もなりましたなのにであの編集者はねその人あの、えー、九州佐世保の方なんですが東京に出てきてくれと何も編集者が言っても出てこないという。 まあつまりいまだに佐世保というね地方都市にいて小説だけを40年ぐらい書いてるブライですね、はいでまあ、とにかくその人にはまったので、まあ、小説に関しては村上さんのその4作と、えー、佐藤省吾さんの40年分の小説があれば。 僕は後の人生を正直いらないですあと。だって1冊後に3回読めりゃいいぐらいでしょねえそんなあ感じで僕の、まあ、まず、えー、初めてのその言葉日本語原体験というのはそんな感じですかね。はいであのー うん小中でエラリー・クイーンアガサ・クリスティとかいっぱい読んで翻訳も合わないって思ったんですよ。なぜかっていうとあの翻訳者によって全然言葉が違うのでああこれはダメだな本当の日本語を書く人にしようってなんとなく決めた思い出があります。 ということで、任務に続きまーす。